で、俺がね、これやれあれやれじゃなくてね、去年4位だったことをしっかりね、やっぱり受け止めることが必要だし、各自オフシーズン、しっかり目標とかね、悔しさとかね、今年にかける意気込み、そういうものを持ってね、多分このキャンプに臨んできたと思うから、まずそれをね、選手一人一人、スタッフも含めて、観察する、そういうところから始めてるんだけど、そこから俺が引き出してあげる、そういう作業を、してるところだけですけどね。台湾のね、プロ野球っていうのはやっぱり外国人ピッチャーに頼ってるっていうのがすごく目立つというか、僕は気になる点なんでね、本当は台湾人ピッチャーをね、本当に育てたいし、いいピッチャーいっぱいいるしね、台湾代表を強くするためにもね、台湾人ピッチャーには期待してるんですけど、そういう中で、勝たなければいけないっていうね、責任もありますから、そういう中でチームの編成上、外国人ピッチャーを、ね、に頼るっていうのは、本意ではないんだけど、その中で、台湾人ピッチャー期待したいですね、本当はね。一人でも多くいいピッチャーね、今ローテーションにね、名前が上がってるピッチャー以外にもね、たくさんいいピッチャーいるから、そういうピッチャーにも期待したいし、育てなきゃいけないと、そういうのは、責任として感じてますけど。そうですね、やっぱりチームの競争力っていうのはすごく重要だと思うから、チームを強くするということ意味ではね、だから彼の加入っていうのは本当に大きいと思うし、本当に同じ右バッターとかもね、教えてくれたり、彼がただプレーするだけじゃなくてチームに与える影響っていうのは大きいんじゃないかなと、そういうところも期待してます。自由球員就是他有一点就变成一定到年数嘛，那你年数到了，自然年纪也差不多到了，所以我觉得转到新的球队没有什么多余的时间吧，一样你就是要把你最好的东西表现给新的球队，然后来表现给球队看的。其实练起来都差不多，然后可能今年第一次因为球队这边的数据上的表现会比较多一点，就是假如在打击上就可以马上知道自己在打击的速度啊，可以马上调整，所以我觉得比较快进入状况。对于球员来说，在休赛季这个部分是真的非常非常重要，因为如果你要有所改变，就会是在这个阶段。那我个人的话是改变蛮大的。因为有额外请了训练师，然后在重训方面跟挥击的方面都有去做调整。我运气不错，就是在休赛季期间学的东西，就是在也是这个 DriveFly 系统。那刚好来的时候又是 Daniel 教练，所以一来的时候我们就做了蛮多的讨论，然后在这个机制上去。切磋，然后发现说都是雷同的，都是一样的，想要达到的目标也是跟训练方式都是蛮一致的。是年轻投手他们就是在球场上的表现要更稳定嘛，这都要从他的经验去练习，然后去吸收这些经验，才有办法去稳定每一个频率都是一样的。不能有时候就是起伏很大，一下好一下不好这样，对啊，这就是年轻选手需要加强的。